国際連合によるアジアの地域の分類北、アジア中央アジア西アジア南アジア東、アジア東南アジア北東アジア、または東北アジアはアジアの内北東部。国連による世界地理区分には北東アジアという地域は存在しない。様々な定義があるが、ここでは抗議に捉えた東アジアと北アジアを合わせた地域とする定義で論じる。具体的には、 日本、中国、東トルキスタン、朝鮮半島、モンゴル、シベリア、極東ロシアである。東北アジアと北東アジアは、共に英文表記では、ノースイーストアジア、またはノースイースターンアジアであるが、漢字文化圏やモンゴル等では、東北アなどのように伝統的表記によって、東北としている。これらの地域の方位表記にあっては、このように東北が、 一般的である。北東アジアとオホーツク海北東アジアと東北アジアは使用している機関、個人によって必ずしもその地域概念についての共通理解が定着しているとは言い難い。アジア全体の地域区分については、松田敏夫のアジアの地域区分論が先駆的であり、アジア全域を東西南北4つに区分している。パミール高原を中心として、天山、 アルタイヒマラヤヒンズーク氏の各山脈などの自然地形に従い、アフリカ北部、アラビア半島から東に、モンゴル高原、中国東北部に伸びる広大な乾燥の帯をおかみして、東西南北の4つのアジアを設定する。北アジアは乾燥した、国間、寒冷の北極圏を含むシベリア島で、大河と南部にステップが広がり、東アジアは、 艦隊から亜熱帯の幅を持つ中華人民共和国、朝鮮半島、日本島として位置づけられる。この東アジアと北アジアを合わせた概念がアジアの東北という意味での東北アジア、北東アジアである。地域概念は歴史的に伸縮するものであり、例えば日本地域は特にこの150年間伸縮が著しかった。しかし、 この自然地理的区域分けを考慮に入れた東北アジア地域においては中央アジア、東南アジアとの区域分けを除いてそれほど大きく変動しない。ただ、この地域内の現在的相互関係と将来的関係については変動があり得、特に現在東南アジアをも含む形で構想されている東アジアの範囲とは大きく重なる。東北アジアと ほぼ同義にも使われる言葉として、北東アジアがある。これは1980年代以降、国際政治学、開発経済論において、また、日本海速度府県等で韓日本海、経済交流圏構想を掲げて以来、かなり使われるようになった。特に、1990年代に、韓日本海経済交流圏の国の一つである、韓国が、 日本海という故障の使用を拒否したため、韓日本海に変わる言葉として、北東アジアが使われるようになった。ただし、経済活動の視野が21世紀に入って、シベリアに拡大されるとともに、東北アジアとその地域範囲が、ほぼ重なる場合も多くなっている。次に、やや狭いのが、東北アジアを、朝鮮、満州、モンゴル東部、 ロシアの極東を指す用語として使う場合であり、日本では歴史学、考古学分野の一部でこの用法が見られる。なお、日本における学術分野での使用例では、歴史学においては東北アジアが多く使われ、文化人類学、地理学では北東アジアがやや多く使われてきたという傾向は認められる。そして最も狭い範囲を指す用語が日本の外務省の加盟にある。 北東アジアである。1958年、第1課は北東アジアか、第2課は中国か、第3課が南東アジアか、第4課が南西アジアかとなって以来のもので、この北東アジアかは朝鮮半島を担当する。現在、広く使われ一般化している東南アジアを担当しているのが南東アジアかであり、これらの地域名は 英文の直訳体となっている。このような外務省的区分では、東北アジアは極めて狭い地域範囲となる。他方、日本の経済産業省の北東アジア化は、中国、朝鮮及び、モンゴルとの通商に関する協定または、取り決めの実施を担当しており、ロシアを担当していないことを除けば交換言われている、東北アジアの地理的範囲に近い。日本では、 特に韓日本海経済交流圏の交流を目指していた日本海側の道府県で多く韓日本海の故障を使用していた。しかし韓国が日本海の名称をめぐって韓国を中心としてみた東海であると主張したため1990年代になると国際会議等で韓日本海を避けて北東アジアを使う場合が多くなった。日本の報道機関では中国語。 朝鮮語の東北アを東北アジアではなく北東アジアと訳する場合も多い。ただ、国際政治、経済、歴史、考古学、文化人類学等各分野の研究所、論文等では東北アジア、北東アジアのいずれの使用例も増加している。17世紀にモンゴル人を取り込んで領域を拡大した満州族が根拠地の満州からモンゴル、中国、 東トルキスタンチベット等の広大な地域を支配した。今日の中国の領域につながる広大な地域が満州族の王朝清の領域となった。さらに18世紀以降特に活発化したロシアの東方進出拡大が清とロシアの国境問題をもたらした。そして南からはイギリスフランスの進出によって南アジア、東南アジアとの複雑な関係が生じ、 さらに19世紀後半以降の日本のこの地域への進出、侵略が関わった。こうしてこの地域において近代的な国家領域が確定されていく。第二次世界大戦後も、この北東アジア、東北アジア地域は冷戦構造の下、朝鮮半島の南北分断と朝鮮戦争、台湾海峡の緊張、そしてアメリカの軍事的、経済的影響等、 複雑な歴史的背景を持った。また、政治体制面でも20世紀にはソ連に始まる共産主義国家地域でもあり、中国、北朝鮮及び東南アジアのベトナムで共産党政権が現在も存続している。だが、1980年代の中国の改革開放による市場経済化、1990年代のソ連の解体以降、経済関係、 環境、資源問題での関係が密接になり、多様な交流が拡大している。民族的に見ても多様であり、中国で公式に認められた、民族数は56、ロシアのシベリア、極東では100以上に上る。モンゴル人の場合は、モンゴルのみならず、ロシアのバイカルコ南岸のブリヤート、ボルガ川流域のカルムイク、中国内の内モンゴル及び、青海省島に分布し、 韓民族は、家人として、朝鮮半島や日本に居住を広げた。また、朝鮮民族も19世紀以降朝鮮半島外に分布域を拡大し、満州の朝鮮族、ロシアや中央アジアの高麗人、日本国内の在日韓国、朝鮮人等が存在する。このように複数の国にまとまった居住地域を持つ民族、エスニシティもあり、また一部には、 世界的広がりを持つユダヤ人やイスラム教徒の集団的居住地域もある。東北アジアの民族問題は極めて複雑であり、各国の民族政策にも複雑な歴史的背景による多様性が見られる。気候的には北極圏から亜熱帯までの幅があり、乾燥地域では広大な砂漠が広がり、現在も拡大している。 8000メートル級の山岳が続くヒマラやチベットなどの鉱山、高原から東トルキスタンのトゥルファン盆地の海抜マイナス155メートルまでの高低差がある。また北の帯川、エニセイ川、レナ川の各河川やアムール川、鉱河、長江、玉江などの大河もあり、海洋面でも北はベイリング海から南の南シナ海、太平洋までの複雑さがあり、 Beast Jaz、dwarf, 極めて複雑で多様な自然環境が見られる地域である。h t t p u n s t a t s u n o r g u n s d m e s s o r t s m 4 9 m 4 9 r e h i n h t m ありがとうございます。